わかんない。8歳です。早くはないけど、みんなで鬼ごっこするのは好き。体育、運動したり走ったり。中学入ったぐらいまではダンスをやっていて。どうやっています？バレーボール6年間してました。こんな感じです。急がなきゃいけない時とかってどうする？走る、こうやって。当たり前。全然当たり前。当たり前です。みんなできる。なんで当たり前かな。体が動くから。15年ぐらい前からちょっと痛いな、膝なんか腫れてきたなっていう感じで、歩いてる時にこうしゃがみ込むようなことがありまして、15分も経ってたらもう本当に辛くなってしまうっていうのが毎日でしたので、まさかあの背骨に問題があるとは思わなかったので、まあしょうがないなって言い聞かせるような感じでずっと過ごしてましたね。できなくなっていくのが本当にしんどくて、当たり前の生活ってできないんだなって、だから手術に受けようっていう決心をしました。自分が動けなくなった時に、当たり前だって思ってたことがありがたいなと。歩けるってことがどんなに素晴らしいことで、どんなにありがたいことかっていうのをつくづくと感じます。ああ、この世の中では一人では生きていけないんだなと。いつもありがとう。ありがとうございます。いつもカレー作ってくれてありがとう。手術のおかげでこういう体に戻ったということを大事に思わなきゃいけないし、もう一回人生歩こうって思いました。私たちは当たり前を諦めない全ての人たちを応援します。